トップライン、RDX 用フロントショックタワーかさ上げスペーサーセットをリリース。RDX に使用できるフロントショックタワーかさ上げスペーサーセットです。フロントショックタワーのかさ上げにより、前方の長いダンパーが装着可能になります。スペーサーの組み合わせにより、1ミリから4ミリの範囲で、バルクのかさ上げが可能です。セット内容、樹脂スペーサー M4.5×1mm 厚2個、樹脂スペーサー M3×1mm 厚2個、樹脂スペーサー M3×2mm 厚2個、ボタンビス M3×16mm 2本。こちらは 3mm のかさ上げ例です。 M4.5×1mm 厚スペーサーと M3×2mm 厚スペーサーを使用しています。取り付け例の手順。最初に M4.5 のスペーサーを取り付けます。続いて M4.5 スペーサーの上に M3 スペーサーを重ねます。価格は定価550円税込みとなっています。2023年2月中旬頃発売予定となっています。それではまた次回お会いしましょう。